ただいまより石川県陶芸協会展徳田康吉先生によりますギャラリートークを始めさせていただきます。皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました石川県の小松市から参りました徳田康吉でございます。石川県といってもご存じない方もおいかもしれません。新潟、富山、石川、金沢のある能登半島のある県でございます。おととい、3日前かな、車で、コロナが怖いので車で今津からちょっと今津の八十吉館の方に乗せてきてもらったんです。6時間かかりました。おとといはヘロヘロだったんですが、こちらに来てだんだん毎日日々元気になってまいりました。美術画廊石川県陶芸協会展、陶芸協会展、私幹事でございますが、お運び賜りまして誠にありがとうございます。しばらくの間ではございますがお付き合い賜れば嬉しいと存じます。今日は私会場に参ったのはほとんど初めてなんですね。なんでかっていうといろんな偉い先生方が、なんと95歳の大日東野斎先生をはじめ、会長の山岸先生、私の父の外弟子でもございます中田和夫先生、人間国宝の吉田伊藤先生、緑先生、朝倉二天の朝倉磯吉先生、偉い先生方がずらりとお並びのところに私などペーペーのものがおるので、しかも何といっても女子でもございますし、昔純子という名前だったんですが、ああ純ちゃんかみたいな感じで何歳になっても言われておるんでございますけれども、 お呼びいただいて初めてごさせていただいたので、私から行く行くっていうようなことはできませんでしたし、本当に光栄でございます。皆様にお話しできることささやかではございますがお伝えさせていただきたいと存じます。昔小松で、北国新聞社の小松陶芸教室というものがあって、私もうちの父からおいじゅんお前先生しろって言われて、何を教えるんだとか言ってたんですけど、まず世界史の本を開いて人類というところを、なんか全然違うかもしれない、人類人というところを調べました。皆さん、人と人類と動物どう違うかお分かりになりますか？人で、さっきちょっと書いてたんですけど、なんかお猿さんがこういて、猿は四つ足で、人は二本足、こう足で立つ。そうすると脳が発達して火を使うようになる、そして道具を使うようになる。あ、陶芸じゃないかって私思いました。陶芸は煮炊き、呪術、三度の食事やお花を受けたり、そういう人間とは切っては切れない歴史を歩んできました。エジプトの、日本だったらエジプトの時代、いろんな世界の美術館で見てきましたけれども、縄文土器、ここに立たないと私映らないでしたすいません、 YouTube もやってますので、あら、いないわなんてなっちゃう。で、縄文式土器、弥生式土器、そしていろいろな日本では六古窯って小学校の時か中学校の時習ったと思うんですが、瀬戸、越前、常滑、信楽、丹波、備前、土ができて大きな亀とか、それは日本人だけじゃない、世界の人間が、小さい人間がマンモスとかトラとかオオカミとかと戦う時に、やっぱり武器もあるかもしれない、石器時代から武器もあるかもしれませんけれども、貯めて食べるということをしないと生きていけない。そして、お墓に人間人を埋めるんじゃなくて、兵馬俑みたいに作った動物とか騎馬とか人間を、兵士を お前と一緒に埋めるというか、塗装するというか、
そういうところもあるみたいに、土というものはずっと人間と一緒に、多分ずっと科学が発達してもあるもんだなっていうふうに考えております。いかがでしたか。この続きはまたすぐお届けしたいと存じます。もう今にも雨が降ってきそうです。怖いです。災害をお受けになられた皆様にはお見舞いを申し上げます。さっきデパートの地下食料品売り場はもう大晦日のような感じでした。どこにも行けません。コンビニも3時で閉まったところもあります。台風に備えて私もじっとしてようと思っています。今までにないような雨が降る、100年に一度の災害がある、そんな時代になりました。くれぐれもお気をつけください。